幸せに生きると書いて、幸せです。まずはじめに、僕の YouTube のチャンネル登録者数が、1万名様突破しました。やったー。僕のチャンネルをご登録してくださってる皆様、本当にありがとうございます。YouTube を始めたのが2018年の8月だったんで、そっからですね、今2020年の5月なんで、約ね、1年と10ヶ月で1万名様を突破することができました。視聴者様の本当に温かい応援によって僕もここまでやってくることができました。いやー、もうめっちゃ嬉しいです。めちゃめちゃ未熟な僕なんですけれども、試行錯誤しながら今後も僕のチャンネルを見ていただけてる皆様に役に立つ情報やためになる情報を発信できるように頑張っていきますので、皆さんこれからもぜひぜひ飲食店独立学校、私後世のご支援をぜひぜひよろしくお願いします。はい、それでは今日はですね、昨日5月25日に全面的に緊急事態宣言が解除されました。正直、やっと来た、やっと営業再開できるっていう感じです。もう商売的にはこの自粛期間、お店を再開したくてしたくてしょうがなかったです。僕たちの会社はテイクアウトもやっていなかったので、ほぼ丸々2ヶ月間完全に休業していました。ただこの2ヶ月間、従業員さんとお客様をしっかりお守りすることができたので、そこに後悔は一切ないです。ただ正直、会社の赤字額が相当やばいことになっています。やばすぎて逆に笑えてきます。いやいやいや、全然笑えんわ。今度別の動画で4月と5月分の赤字額を発表させていただきますね。ということで、やっとこさ緊急事態宣言が解除されましたので、感染対策や防御をしっかりした上でどんどん攻めていこうと考えています。もうマジでコロナにやられっぱなしじゃさ尺に触るので、本気で取り返しに行きます。とはいえ、東京都は3ステップからなるロードマップに沿って、徐々に自粛を緩和していくと提示されていますので、その東京都の指示に従っていこうとは考えています。そのロードマップの内容は、1ステップと2ステップ目は、お酒を提供している飲食店は22時まで営業可能。3ステップまで進むと、お酒を提供している飲食店は24時まで営業可能とロードマップに記されています。この東京都の要請はあくまでも要請ですので、強制ではありません。ただ東京都が要請するとなると、今後も要請に応じるお店や会社に対して何らかの形で助成金などが支給されると思うので、東京都の方針に従っていきたいと考えています。ここを中途半端に営業してしまって、感染拡大したり国からの助成金がもらえなかったりする方が僕にとってはリスクになりますからね。ただ3店舗以上経営しているところは、店舗数に比例して給付金が支給されるわけではないので、かなり厳しい状態だと思います。今回東京都のロードマップを見るまでは、花小金井の店舗が法人や女子会メインの団体のご予約が多い店だったので、緊急事態宣言が解除されたとしても団体のお客様のご予約獲得が難しくなるだろうと予想していましたので、逆に野方の店舗は個人のお客様がメインで、20代30代の年齢層のお客様が多いので、6月は様子見で花小金井の店舗を閉めて、野方のお店が深夜営業が強いお店だったので、花小金井のスタッフさんに一時的に野方のお店に移動してもらって、交代制で集中して営業していこうと考えていたのですが、ロードマップにお酒を提供する飲食店は22時までの営業と提示されていたので、最初の案はとりあえずやめて、野方と花小金井のお店を両方同時再開することに決定しました。営業時間はいつもより少し早めて16時から22時までの営業とさせていただいてます。ほぼ丸々2ヶ月間お店を休業していたので、本音は久しぶりに営業できる楽しみ半分、再開した時にお客様が入ってきてくれるか不安半分です。ただこればっかりはお店を開けてみないと正直わかりません。外に張り紙をしたり、ビラ配りをしたり、 SNS で呼びかけたり、常連様に連絡したり、あらゆる手段で再開をアピールしながら泥臭く営業していきたいと考えています。このまま何もしないと潰れていくだけですからね、まあ、精一杯ジタバタしていきたいと思います。そして一応昨日25日に緊急事態宣言が解除されましたが、僕たちの会社はすぐ営業再開するのではなくて、
って6月1日月曜日から営業再開させていただきます。他に現時点で僕が考えている案としては、店舗営業しながら店舗の中でお持ち帰り強化と、ちなみにうちはいろいろ考えた末に外ではテイクアウトをやらない方針です。万が一花子金井のお客様の入りが悪かった場合を想定して、いつでもランチ営業をスタートできるようにランチメニューの開発も進めております。周りの店舗を視察していると、花子金井のランチは結構賑わっているので一応視野に入れています。場合によっては片方のお店が忙しくなって、もう片方のお店が暇になったら、暇のお店はまた一時的に休業して、その忙しいお店に会社の資源を全投入することも想定しています。これに関しましては地域や業態や規模によって打つ手が変わってくると思いますので、戦略を見極める必要性が出てきます。こんな感じで直近では正直開けてみないとわからない部分が多いので、とにかく行動しながら臨機応変に対応していきたいと考えています。取り急ぎ僕たちの会社が考えていることを共有させていただきました。こんな時だからこそ冷静にクールに対応していくことが大事だと考えています。今日もご視聴ありがとうございました。頼む神様仏様お客様、忙しくなってくれ。こんな時だからこそ冷静にクールに対応していくことが大事だと考えています。頼む神様仏様お客様、忙しくなってくれ。あ、やべ、カメラ切り忘れてた。